コンタクト？なんかね、これね、いつもと違うやつつけてるんだけどね、もうね、黒目がちになりすぎてね、宇宙人じゃない？これ。宇宙人になってない？わかる？この宇宙人みたいな。大きいんよ、このあれが。何？レンズのなんかあれが。何、着色直径みたいなのが大きくて、宇宙人だなって思いながら、ほら宇宙人、怖い、このカラコン、ちょっと直視できない。違うよ、これね、ヒーターじゃなくて冷蔵庫の音なんですよ、これは。はい、冷蔵庫です。冷蔵庫が近くにあります。うるさい？冷蔵庫の音。うるさいなら場所変えるけど、どうする？大丈夫？違うんだよ、たまにね、やってるここの場所ね、キッチンなんですよ。たまにさ、場所変わるじゃないですか。私、いろんな部屋の中のいろんなところで配信することがあって、だから別に違う家とかではなくて、部屋のいろんな場所を見せてるっていうだけで。 そう、だからここはキッチンなんです。キッチン、廊下ですね。はい、気分によって変えるだけなので。そうなんです。そういうことです。料理ですか？そうですね。作れなくもないですよ、今から。 でも食べないよ。得意料理は何ですか？得意料理はカレーです。カレーライスです。
私のカレーはですね、そうですね、辛口です。あとお餅があります。ちょっと多いお茶、そして絞りたて生醤油。はい、ここが私のお家だってことは分かりましたか、皆さん。今ので照明、確かに。じゃあ他に照明できるもの、そうだな、あ、なんだろう、話せれば、違うよ、これ絞りたて生醤油だよ、商品名間違ってないです。私は間違ってないです、間違ってない、間違ってないよ。あとこれは10月の8日に鑑定していただいた占いの結果です。これを先ほど見てました。意味が分かりません。そう、私さ、今まで本当に無駄遣いが多くて、こういう占いとかも、あ、無駄遣いって言っちゃうよくないな、でなんか本当に興味があったらすぐお金を費やしてた、ペイしてたんだけど、私もうこういうのやめようと思って、そう本当に卒はしないんだけど、しないよ、スピリチュアル卒業は。でもなんか結構な頻度でこういうの言っちゃうんですよ。だからもうやめようと思って。ポイントたまらないよ。ただ1回がまあまあ高いんだよね。だからこういうのにお金使うの良くないなって最近ちょっと見直してます。ライフプランを見直し中です。私はもう芸能人じゃなくなるから。皆さんと同じどこかに生きる
人の女性になります。写真集はどうやってココアさんに渡すんですか？私がマレーシアに行かないといけないんですか？じゃあリンコがインドにいたからって私がもうインドに行くんですか？違いますよね。そうなんだ。あ、日本にいたんだ。そうなんだ。それは会いたかったな。もうリンコのこと聞かないで。私から答えられることは一切ないです。リンコちゃんのことに関しては、仲いいけど、仲良くて遊ぶけど、私に聞かないで。明日指定席が分かる。おお、明日分かるんですか？そうなんだ。寒いかな。どうだろうね、明後日。今日そんな寒くなかった。あ、なんかお友達来れそうです。よかったです。はい、あのね、あ、違う方の友達だったらね、違う方の友達だったら来れそうです。でも別の友達は来れそう、来れそうにない。残念残念来れそうにないっていうか、皆さんはお友達じゃないです。皆さんは私の大好きで大切な人なので、お友達とかじゃないです。特別な人、大好きな人だよ。涙
明日はいい夫婦の日。あーごめんね、ちょっとあの別に夫婦ではないあの夫婦ではないでもみんなと友達になってあげてもいいよ、みんなと友達になってあげてもいいよって。だから私言ってるじゃないですか、一切タフ性だったら全然みんなとあの婚姻を結べるよ、けどそんなの現実的にありえないでしょ、だから無理なんですよ。私は本当に博愛主義なので、みんながみんな本当に好きです、はい、別に一切多不正だったら婚姻届出してもいいんだけど、それはできないからデート残念だねっていう話だよ残念そうですよ。本当ですよ。こんばんは。だったじゃあみんなとは友達で、友達ということで友達かっこ友達かっこなんだろう、ファンあ、友達かっこ契約社員、友達かっこ派遣何がいいかな、友達かっこ契約派遣社員、友達かっこ派遣社員ということで、はい、そんな感じで、あの正社員へと昇格正社員へと昇格するあのね、あ、分かった、友達かっこ研究生どうですかでもさ、そう考えたらさ、研究生もさあれですよね、研究生って契約社員、研究生は契約か、研究してから昇格して正規メンバーになるから皆さんは友達かっこ研究生ということで、何したら昇格できる、何でしょうね、どうしますか
兵庫県知事選挙は行ってないです。私は隣人ですか、なんていうか、みんなで私に対して、この公演、みんなこの公演を通じて、私に対して尊敬の気持ちと、そして感謝の気持ちを絶対に示さないと。いけませんからねって言ってエンジンします。そう、はい、この公演は私による私のためのなんだっけ、私による私のためのに間違えるな。やり遂げろって言ってエンジン始めます。しません、こんなこと。はい、しません、絶対にしません。ないです、そんなこと。あのさ、星ひとみさんいるじゃないですか。全然話関係ないけど、私さ、星ひとみさんみたいな、なんか有名な占い師になってさ、YouTube とかしようかな。占い師。え、そうなんだ。元アイドルだったんですか。え、じゃあ私もいけるじゃないですか。あの、なんとかの星っていう人、うさぎの星がついてますねとかいるんですよ。ギフトありがとう。
占いの館には就職しませんよ。人気になるかな。でも占いカフェみたいなの開いてみたい。でも難しいよね絶対。目が痛くなってきた。嘘です、全部嘘です。卒業は嘘じゃないです。そう、地球の環境に馴染めてないんだよね本当に本当に本当に馴染めていないから困っちゃうよ。これからさ、何者にもなれるってなったらさ、なんか不思議ですよね、本当に。どうなりたいか、どうなんだろうね。何でもできる？そうかな。どうなんだろう。不思議。どこ行ったってうまくいくさ。そうかな。本当にそう思う？
本当にそう思いますか？ご自身だ。私は不安でいっぱい。これからがうまくいかんかったらどうしようって思うんだよね。でもね、楽しみでもあるんだよね、これからやることが。これから始まっていく生活とかがね。天然水さあ、不安が 50% 楽しみが 50% 半々です。何回でもやり直せる？そうかな、なんかもう失敗できないのかなとか思っちゃったりする。今のこの判断とかが、私は卒業することを決めたのはもう私の、あ、もう私はやりきったっていう気持ちがあったから決められたことなんだけど、それに関しては後悔はしてない。後悔してないから先に進まないととは思ってる。頭では先に進みたいんだけど、でも不安でいっぱいみたいな感じで最近すごく思う。みんなの、みんなから応援してもらってた時間が本当に私をね、いつもね助けてくれてたから、でもこれからも本当に本当に一人、本当に一人っていうか、今までは実家とかにもいたからね、普通に社会人だったけど一人暮らしはしてなかったから、今からは一人暮らし、本当に一人暮らしの社会人だから、不安うまくできるかなって思うけど、どうなんだろう。まあなんとかなる。そうなのかな、分かんない。私がどれだけできるかが分かんない。
YDK の気持ちで。ファイト、ありがとう。ファイト、ファイト。明日大事な面接なんよ。お、頑張れ。応援しているよ。頑張れ。なんかね、そういう時ってちょっとスイッチが入りますよね。あの面接とかの時。わかる。わかるよ。私も何回かね、面接をねしてきた経験があるんだけど、なんか信じられないぐらいなんかうまいことうまいことなんか自分のなんだろう良くないところをうまいこと言ってる言ってきた。短所をね、優柔不断ですとかさ、そんなあるじゃないですか。短所をね、いつもねごまかしながら話してきた。昔からね、なんかそこだけはちょっと自慢なんですよ。あのバイトとかもあの面接に落ちたことがなくて、私そうなんです。もうあの結構面接だけは得意分野そうね、あの面接だけは超得意分野なんですよ。それはですね、いやでも違うんです、そこまではいいんですよ皆さん。これはあのこっからが重要なんですよ。面接はあの得意で、あのその時はね1回なんですよ。あの1回会うじゃないですか。でその時だけなんですよ、人当たりがいいのは。そっからの問題があのいろいろ発生するんですよ。そう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 、そうで、なんか私ってそんなになんか声質が「ありがとうございます!」みたいな感じじゃないじゃないですか。あの声質がさ、あのさ、あのしっかりしてそうじゃないですか。うん、そうですよねみたいなね。全くなんですよ本当に。もう声質で結構そう落ち着いてるから、そうなんか仕事ができそうな声質じゃないですか。ところが違うんです。あのその面接だったらその時のあの印象はすごくよくできるけど、後々結構なポンコツで、であの喋り方とかも、はい、わかりました、そうですね、
みたいな感じで言ってるんだけど、もうそれだけなんで、ポーズだけなんですよ。だけどその内容が結構なポンコツなのでもう本当に私いつも詐欺ってるなーって思いながら、ごめんなさいって思ってた。あ、そう、七尾さんのドラマなんか私あんな感じなんですよ本当に。あれは結構あのちょっとキャラクターキャラ的に見た目のキャラクターがちょっと私とは違うけど、でもそんな感じなんです、私無能な鷹みたいな。そう、無能な鷹はい、わかりました、かしこまりました、確認させていただきますとか言いながら、そうだよ、違うやつ見てたりする、お客様少々お待ちくださいませ。みたいな感じ。ほんとこんな感じなんですよ。だから正直その喋り方とかなんかなんだろう、声のトーンとかで有能そうに見られるけど、もう全然そんなことなくて、結構頭抱えられたことが何回もあって、へーって感じです。はい、へーへー、中身はあのへーへーみたいな感じなんですよ。でも見た目は承知いたしましたみたいな。本当に ギフトありがとうございます。そうなんですよ、本当に人事部泣かせのアイコン本当にそう、申し訳ない。でも私本当に面接得意なんだよね、わかんないけど、もうその時のあの一場面だけだから、もうめっちゃうまいこと言えるの。でもその後エネルギーが切れてるからダメなんですよ。緊張するよ。そう、そうなんです。私その場しのぎのプロみたいな感じで、どうにかしたいこれ。ああ爆発。よーんと。面接緊張します。でもあのよく考えてみてください。あの緊張してるっていうことはとっても可愛い様子なんですよ。緊張
ってすごいなんかその萎縮してるじゃないですか。だからこう見てる人ってあー可愛いな緊張してるなみたいな、なんかどっちかっていうと自分の方が立場が上で相手緊張してて面接受ける方がさあのどっちかっていうと立場的には下じゃないですか、ね、でそれを逆にあの面接の時は利用するんですよこれはあの男性とか女性とか関係なくなんですけど、そうもうあの緊張しちゃって緊張しててうまく喋れませんみたいなごめんなさいでも頑張りますみたいな、なんかその必死さみたいなものをですね面接の時はぜひ実践してくださいこれから何かある時緊張しすぎて面接官に心配されちゃう。あえ分かる人いると思うよ絶対絶対いる。いやちょっと本当すいません緊張しちゃって頑張りますみたいな、そういうのって本当にあの一番最初は見られた時のやつってああ可愛いな頑張ってるなって思われるから、結構あの日本人って可愛いなって思われたら結構勝ちな部分あるんですよ。だからあの面接苦手な方、相手の懐に入ってください。可愛い可愛がる顔ちょっと面倒見たいなって思わせたら勝ちです そうあのね余裕な感じに見せたくなるじゃないですか。そうまあ確かにもう表面も緊張してて内面も緊張してたらもうガチガチでああってなっちゃうけど、もうあの中身は結構面接みたいな感じでいいんですよで表面さすがにこの面接みたいな感じだとあの相手の方になんだこの人はって思われるじゃないですか。だからあの表面ではそんな風に思ってないですよって思う。もうあの緊張がすごくてもうみたいな感じでいいんですよ。ただこれはね面接の時にねだけ使える手法で、その後長くあのやっぱさ会社の人とかさいろんなそのねスタッフさんの人とかね長く付き合っていくってなるから、これはあのあれです、諸刃の剣です、このキャラクターは。だからこれは面接だけに使えるテクニックなので、それをずっとやってるとはいダメなのでお気をつけくださいそうですよダメなんです。そうでも私も昔はねあの受かっちゃったらこっちのものだって思ってきたよ。そうこっちのものだって思ってきたんだけど、でもなんかそのなんていうのか、そのマインドでずっとお仕事を続けてたらもうめっちゃ壁にぶち当たってしまうんです。そんななんか
ーみたいな、あのマインドでいたらヤッホーみたいな本当にもうやっぱしっかりしないといけなくて、だからでも本当に何回も困ってきました。全てそうなんです。9時15分、職場が和みそう。そうね、和んでくれたらいいよねでもいい加減怒られたりするんです。そう、なんか私がこれ私話したことあるかな、一番最初に働いてたところがもう超絶怖くて、雰囲気がもうずっと静かに、なんかカチャ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 みたいな場所だったんです。だからなんか隣の人と喋る時も、すいませんこれで聞いてもいいですかみたいな感じだったんです。すいません、すいませんこれ聞いてもいいですか、いいですかねってかったんですだから私のはーみたいななんかマインドが全然通用しなくて、結構なんか萎縮しちゃって毎日胃が痛かった。おー早く眠くなってきた。眠れない夜には、そうだよ、それで1日1食だったんだよ。もう本当にね合わなさすぎて、だからね無理だった。寝れるのだ、なんかさ、もっと私楽しくお話しするお仕事がいいの。だからアイドルになって本当に良かったですなんか楽しくお話できるから、そうだよね。でもどうなんかな、私のこの調子乗りなところをさ見抜ける人いるのかな、普通に最初の30分、1時間とかで。どうなんだろう。最初は無理だよね、絶対。
なんかさ、海外とかに行ってさ、なんか農作物育てたい。いや、海外で農作物は嫌だな。なんだろう、ワーキングホリデーしようかな。ワーホリしようかな。どう思う？ワーホリ、ワーホリっていいのかな。ワーホリしようかな。カナダとか行こうかな。Hello、アイコ小島。Yeah, yeah. Nice to meet you. Oh, I'm little island, a love child. Happy. School, school.パリ素敵ですね。パリに連れて行ってほしい。パリに連れて行ってくださる方に、じゃあ私は今からついていきます。パリカツ、来ませんよ。パリカツはしません。なんでそんなパリに今から行く人に私ついていかないといけないんですか。ついていきません。私の人生を生きさせてください。そんなのしません。あなたが言い出した。じゃあ私本当にね、自分のね発言本当に覚えてないんだよ。だから結構5分前とかに言ったこととかもう覚えてなくて、だからなんか私ね本当ね、ちょっとよくないです。5分前に言ったことを忘れてるっていう、ダチョウみたいなやつなんです。ダチョウ、
そういうこと、そういうこと。ダチョウは5秒なんだ。そっか。じゃあダチョウよりは私頭いいね。じゃあ鶏ぐらいかな。舞台のセリフはちゃんと覚えましたよ。はい。そう、忘れたいことは忘れられない。ダチョウってもう脳みそが超ちっちゃいんだって。だからなんかすぐ忘れるし、なんで走っとるんかもうわからんらしい。なんか一匹が走り出したらみんななんかわからんけど走り出すんだって。すごいよね。脳みそが超ちっちゃいらしい。そう、なんかよく分からんけど、よく分からんけどもう走るって。なんかね、ダチョウ、あれ、え、見た？ YouTube 誰か見て、見ましたか？あの、コアラとダチョウがめちゃくちゃのアホなんだよ。動物。もう。見てください。見てない方見てください。ペリカンも面白い？あ、そうなんだ。癒されるんだよね、その動画。ペリカンは何でも食べようとする。そうなんや。かわいいよね。カバの赤ちゃんかわいい。こんばんは。ひゅひゅ。え、これ私さ、ペン回しできてるの？これ絶対できてないよね。できてんの？変わってる？できてないよね、これ。私こうしてるんですよ。で、これがヒュルルルルルってなるだけ。ヒュルルルルルルルってなるだけ。ヒュルルルルル。そう、180度変わるだけなんですよ。だからこれペン回ししてる風なんです。
どうやったらさペン回しできるんかな。なんかめっちゃさ回せる人いるじゃん。これどうやってんだろう。なんかくる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 って。薬指と中指の間に挟む。ここ。へえ。切り替えできるの？ペン回し。いいなぁ。私ペン回しずっとしたかったけど、どうやるんやろうと思ったら、なんかずっと壊しとくだけで180度変わるだけ。スキップできるよ私。できるよ。じゃあ10時前にな前には配信を終えたいと思います。きゃー。え、私スキップできるかな。ちょっとやってみるね。スキップできます。結構ちゃんと映ってるよね。遅めでもできる私。いやーちょっとなんかそう言われたら私スキップできるって思った。言われてみたら、言われてみたら。かわりですか。今できないな。ボールがあったらね、レクスルできたんだけど。は結構いけますよ。すごい。
暴走しました。もう暴走半島だよ、暴走半島。卒業公演、まさかのツインテール。僕の好きな最強ツインテール。最後に一回さ、ちょっと高めのツインテール。クリップがこれしかなかった。クリップやばい、クリップやばい。てそう。でもさ、いや、ツインテール。考えときます。ツインテールは
じゃあちょっとそろそろ終わります。皆さんありがとうございました。私のふざけた配信を見てくれ見てくれてありがとうございました。バイビー、ちょっと待って、バイビーはちょっと年を感じる、ちょっと待って、バイビーはちょっと年を感じる、ちょっとバイビーはバイビーちょっと待って、やだやだやだ、バイビーはちょっと嫌だバイビーバイビー男女を呼びます13位あんちゃん、12位エルロロさん、11位ゆきはさん、10位ズーミンさん、9位マグさん、8位カトカナタカさん、7位クジマスさん、6位ハイキー、5位サーポン、4位ブンちゃん、3位ウリンちゃん、2位ジャボテン、1位はシンゴ、ありがとう、バイビーバイビー